すごいやっぱり恥ずかしいっていうか抵抗はあったんですけど、ありました。はい、やっぱりどんどんやっていくうちにというか、そのいろんな年その先輩の演技を見ることに恥ずかしさよりも、まあ、かっこよさとかが、そういう魅力的なものが自分の中でも芽生えてきて、いつの間にか恥ずかしさはなくなりました。あ、そうですか。Nakata-san trains them to win, to be number one, Ichiban. I don't care who's Ichiban. So I take them and say, okay, let's now express Ichiban through your heart. And that's what I do. Japan's その魂みたいな、日本人の良さっていうものを、まあ、自己犠牲の精神っていつも言うんですけども、はい、人のためにやる、この過酷な練習、はい、同じ繰り返し。技を覚えた時とか、勝負で勝った時ぐらいしか喜びがない。もうそれ練習じゃもないんですよ。そういうのを積み重ねて、積み重ねて一つの作品を作っていくという実験スポーツなんです。ただその完成された時のものという、そういうの作品と出た時には、このぐらいの感動を与える自信があるので、こういう競技を、やっぱり難しいきたいなと思っています。